はい、昼ビール放送局 M キャスト暴走 LGBTQ まこねクイアのまこねこと小川誠です。今日も暴走しがちです。私のお腹は特に。なんだろ、久しぶりにこんなにお腹がキュルキュル言ってて、うーわ、苦しいっていうのは久しぶりだわ。食べ過ぎってわけじゃなくて、なんかね、腸が動きまくってるって感じ。まあね、最近発見した、ヨモギじゃなくて、なんて名前かわかんないけど、すっごくね、なんかね、松ヤニっぽい香りがする、すごいね、香りのいい草があるのよ。草だと思うんだけど、まあ、その子と、ヨモギをものすごくね、食べてるの、最近ね、ここ2、3日。スーパー行って、葉物買わないぐらい食べてる。で、もう一つ、今日はなんか木の芽なんだよ。木の芽で、木の若い芽なんだけど、すっごいアクアきついんだけど、まあ香りはね、良くて、まあそれをね、ちょっと多めに取ってきて、まあその2つじゃなくて3つを、まあゆる、あの天ぷらで揚げて、まあ、天ぷらで味見して、で、あとは、湯がいて、そのままお醤油かけて食べてみたり、それ以外はお味噌汁にババって入れて、まあ、食べたりしてたんだけど、なんだろう、ここ2、3日さ、そんなにおかしいことはないんだけど、今日違ったといえば、そのアクの強い木の芽のやつを初めて取ってきて食べたっていうのと、まあ、帰り道ね、草を思いでは食べてみるみたいな感じで、まあ、ちょこちょこつまみ食いしてたせいかな。なんだかわかんないけど、すっごいお腹キュルキュルしてて、まあ、今日収録の最中も一旦止めてトイレに駆け込むかもしれないような状況のまこねです。まあ今日朝からね、大体もう最初初っ端からうんちの話ばっかりなんだけどさ、朝行くときね、今日だから、昨日アップした、なんだっけ、77日目の16時間断食のショートムービー、あの時に、あのね、下の方に、この後みたいな感じのちょっとね、思わせぶりのことを書いたんだけど、実はあの後を、まあ、終わってか収録終わって、ちょうどね、収録ってかまあ、60秒だからね、ちょうど、太陽が出て、うわ、日の出久しぶり見たわーって感動してさ、もううるうるしてた時に、思わずね、ちょっとね、気を許した瞬間、ぷってね、おならが出ちゃったわけの。そしたらさ、おならだけで止まらなくてさ、そう、ちょっとね、私、まあね、お腹の調子が弱い、緩い時は、まあ、お尻の調子も緩くてさ、プって出た瞬間に、プっていう感じで、まあまあ、出ては困るものも出てしまったわけですよ。もともとね、私本当、弱いので、いつもね、替えのショーツは、ちょこっといつも持ってるんで、まあまあまあ、ことなき、誰も気づかずに、まあ、ここでね、ここで喋ってるからさ、私のファンの1億2000万人の人たちはさ、みんな、あいつまこね、昨日うんこ漏らしたんだって、と、みたいにして噂されるかもしれないけど、まあまあまあ、うんち漏らしたぐらい何?みたいな。気にしないわ。私はね、私の誕生日には、前からそうなんだけど、なぜかね、紙おむついっぱいもらうのよ。そう、なんでだと思う?ちょっとその前にトイレ。ちょっとストップ。まあもともとね、私はね、なんだろうな、まあ酔っ払うと、よっぽ失敗するのよ。酔っ払うと、ショーツを脱がないまんま、そのままやっちゃったりとか、そう、おトイレに我慢してるのか気づいてないのかわかんないけど、夢中になって喋りまくってて気がついたら、漏らしちゃったとか、まあそういう失敗がね、まあ水商売っていうか、私ママだったんだけど、ママ時代に、まあそういうね、まあ失敗が多々ありまして、あの誕生日プレゼントはなぜか、紙おむつっていうのが定着しちゃって、まあ紙おむつをもらったりとか、お漏らし用の、おねしょシートもらったりとか、まあ、そういう、お漏らしネタ、おむつネタのプレゼントとかが、まあ、多いのよ。
そうね、もらったものを捨てるわけにはいかず、まあね、風邪具合悪くてお腹壊した時とか、まあ使わせてもらったこともあるよ。まあ、足怪我して動けなくなっちゃった時とかね。そう、もう使ったこともあるよ。まあでも日常的におむつ使うことはないわけで、まあね、引っ越すたびに、なんかまあ、引っ越すたびに、ちょっとずつ、人にあげたりとか、プレゼントして、人にあげるのが多いかな、プレゼントするというよりも。でも、私の体のサイズってさ、まあまあ大きいからさ、まあ、なかなか大きいサイズのおむつなわけよ。もらってくれるのもなかなかいなくてさ、介護施設に、で働いてるさ、友達にさ、押し付けたりとか、まあそういうふうにしながら、なんだけど、まあ今でも、一袋は、ある。去年の誕生日にもらったのが。まあ、それも開けてはないんだけど、まあ今日というか、まあ今日みたいにね、失敗があると、うわ、そろっと私も、そう、もう紙おむつじゃなきゃダメかなと思う時も、まあ、ある。まあいい、まあいい。まあそんなことはいいんだけど、今日のテーマは そう、今日はですね、昨日結局、なんだっけ、ぬいぐるみの話して、途中で終わっちゃったけど、まあそれはね、掘り下げずに、また機会があったら、おっきいテディベアが欲しいんだよね、みたいな話から、そう、ぬいぐるみに包まれてると、てか、周りにね、ぬいぐるみがいっぱいあると、私なんか落ち着くんだよね、とか、ぬいぐるみを抱えながら泣くこともあるんだよ、なんて話も掘り下げたいと思うんだけど、今日は、民族衣装の話をちょっとしたいと思ってます。出だしからね、なんかいきなりさ、ダークなさ、お話から、急に民族衣装の話みたいな。なんだこいつみたいな感じですけど、今日は民族衣装の話がしたいと思ってます。はい。まあ、民族衣装も、まあ、いっぱい世界中いろいろありますけども、まあ、日本でいうとこの着物から始まり、まあ、着物にもね、晴れ着もあれば、普段着の着物もあれば、まあ、私はあんまその着物詳しくないんですけども、まあ、いろんな着物があって、着物もね、私は着物持ってないんだけど、ぜひね、16時間断食を超えて、普通の体型になったら、日常的に着物を自分で着れる人になりたいなって思ってます。はい。そう。着物をくれる、着物あげようかって人はいっぱい周りにいるんだけど、そう。私がさ、痩せたところで身長が高いからさ、まあ、やっぱ仕立て直さなきゃいけないわけで、まあ、一つ一つさ、仕立て直しに出してたら大変だから、まあ、和装も、自分で着物を、ね、仕立て上げられる程度って言ったらなんだけども、そんな完璧じゃなくても、まあね、着物って手縫いだからね、基本さえ押さえればできるんじゃないかっていうは人に言われたんだけどさ、まあ自分で、そんな高い着物じゃなかったら自分でちゃたっと和装、一晩でできるようにぐらいの和装はできるようになりたいな、なんて思ってる。そうそう。まあね、長岡にはさ、遊郭街もさ、あったし、芸者屋さんもいっぱいあったの。そう。現在でも、長岡芸者の生き残りのお姉さんたちがいらっしゃって、まあ、そこっち行くと、本当にいくらするのってぐらい、ものすごい豪華、ものすごい高そうな着物いっぱいあるんだけど、まあ、そういう着物は、まあ、あげるって言われても、もらってもね、なんかどうしようみたいなところもあるから、まあ、ちょっとね、ありがとうございますっていうだけで頭下げちゃうんだけど、そう。まあ、着物も、いずれ、着こなせるような私になって、まあ、着物を着てね、日本舞踊がちょっと踊れるみたいなのが私の憧れなのよ。で、海外行った時に、まあ、着物を着て、フォーマルなパーティーとかでは、着物を着て出席したいっていうのが私のね、夢の一つなのよ。で、頼まれてもいないのに、ちょっと日本舞踊を披露し、みたいな。そんなのが憧れなのよ。そう。そうなんだけど、まあ、それ以外の、ほら、私、ネパールに住んでたからさ、ネパールの女の子が着てるような民族衣装もね、ほんとさ、
インドのサリーとはちょっと違うんだよね。そう、でもインドのサリーとか、ほんと世界中のさ、民族衣装って、本当にさ、もう時代、その、どういう背景で、まあ、気候もそうだし、どういう背景で、そういう生き物が現在に伝わって、現在でも残ってるかっていう、背景も含めて、ものすごい興味あるのね。うん。そう。まあ、さすがにさ、まあ、インドのサリにしてもさ、日常的にね、長岡で着てたらさ、ちょっと浮くどころじゃないけども、でもまあ、私はさ、何着ても浮くし、何着てても目立つし、今更多少私がね、ちょっと変わったことやったって誰も驚きはしない。まあ、毎日コスプレしてても 気にはしないと思う。まあ、最初の時はあの人何って感じだけど、まあ、一週間も経ったらみんな慣れるでしょう。と思うとね、多分ね、私まだアップしたままはしてると思うんだけど、このチャンネルの一番最初の動画を見ると、私が何にもない日に、武者さ、武者、武者のね、甲冑着て、あれ本物の甲冑なんだけど、本物の甲冑着て街を歩くっていう動画が載ってます。そう。15年ぐらい前だと思ったけど、まだガラケーの頃で、ガラケーで動画撮って、それを YouTube に、メールで転送するとアップされるってサービスが前あったのよ。そう。それでアップしたっていうやつなんだよね。そう。私の YouTube デビューは、まあ、なんと15年ぐらい前の話。そう、まだ iPhone なんかなかった時代だよね。そう。まあ、そんな、まあ、だからって別に、私はね、甲冑はあんまり興味ないのよ。甲冑は興味なかったんだけど、まあ、目立つことをやりたかったみたいな。そうそう。うん。まあ、それで5月人形の時期で展示してた、近くのね、ギャラリーがあって、そこのね、店主の方にお願いして貸してもらって、来て街をぐるっと歩いたと。まあ、それが、私のこの YouTube のチャンネルの一番最初の動画に多分ね、非公開にしてなければアップされてるはず。はい。まあ、そうなんだけど、まあ、それ以外にね、ほら、ベトナム行った時にさ、ベトナム航空って、今もそうだと思うけど、ベトナム航空って、ベトナムのさ、民族衣装、あれなんだったっけ？名前出てこないな。アオザイだ。青菜もさ、青菜もいいなと思ったんだけど、まあ、ねえ、ベトナムの方もさ、まあ、ベトナムもまだね、まだ本当にお年寄りが少ない国だけど、ねえ、ベトナム戦争の関係もありまして、本当にガチのお年寄りはそんな多くないとこだけど、まあ、下っ腹がポコって出たお姉様方もいらっしゃるわけですよ。まあ、ちょっとべ、あの、青菜ってさ、脇のところちょっとさ、肌が見えるじゃん そこのところにお肉が乗ってるとかなり寂しいでしょ 私ね、ほんとね、最初、アオサイ、ベトナム航空の中で、飛行機の中でアオサイ初めて来てる人見たんだけど、なんで脇からお腹出てるんだろうって 本当思ってたのよ。ああいうのなのね。そうそうそう。うん、まあ、それで、アオサイも、ぜひね、現地で、ぜひ、ハノイかホチミンで、私にぴったりなアオサイを、購入して、着たいなと思ってたりするのよ。そう。私はね、民族衣装さ、そこに行って、本物の民族衣装が欲しいのよ。そう、本物の民族衣装っていうか、まあ、そこの地域にあった、服装、服も靴もそうだし、髪型もそうだし、メイクもそうだし、まあ、そこに合わせた、服を着たいわけ。うん。で、その服を着る、まあ、着方もあるし、メイクもあるし、まあ、その時代背景も含めて、そこも含めて楽しみたいわけよ。そう。まあね、ほんとそういうさ、憧れがすごいあるんだけど、何分今のさ、このさ、まあ今日はお腹ぐりぐり言ってるからさ、まあなか、お腹の中のさ、いろんなものは全部出ていってしまったと思うけども、まあこのね、もう三段腹じゃないよ。1、2、3、4、4、4か5ぐらいのこのお腹をね、まあとりあえず何とかしないことには、先には進めないっていうのが私のもう長年のこのもうほんと苦痛なのよ。うん。だから3年後には、世界中の民族衣装を、新調しに世界を回らなきゃいけないっていう私には使命があるの。そうそう、うん。まあね、あのさ、うんと、なんだろう。
と観光用のさ、観光用に民族衣装を仕立てる場合もあると思うんだけど、まあ民族衣装ってもともとさ、まあお祭りとかに着たものもあれば日常的に着てたものもあって、まあ、日常的に着てたものも民族衣装ならば、まあお祭りとかに着てたのも民族衣装なわけで、まあそこはね、まあ国が違えばその民族衣装は特定の人しか着ちゃいけませんみたいなのもあるわけよ。そう。まあ、これ昨日喋ったのだっけ違うかもしれない。どっかで喋った気がするんだけど、まあ、ネパールだったら、結婚してない女性は赤い服着ちゃいけダメとかね。そう。お父さんお母さんが亡くなった男性は1年間白い服しか着ちゃいけないとか、まあ、そういうルールもあったりするわけよ。そう。多分文化的な背景もあって、着ていいものも着て悪いものもあると思うんだけども、まあ、そこの壁をなるべく理解してもらった上で、まあ、そこの国に行って、その服を着、そこのスタイルで写真を撮りたい。セルフポートレートを撮りたいの。うん。そう。そしてその服をそっくり買って帰ってくると。そして私のコレクションになると。そう、そういうことがしたいんだよね。そう。まあもちろんね、私はさ、ネットでしか見ないんだけど、まあ本物の、ファッションショーとかは実は見たことないんだけども、まあ最新のファッションのさ、本当はファッションショーに出てくるような、奇抜なね、普通にこれ着てたら、ちょっとおかしくないみたいな感じの奇抜なさ、ファッションショーのさ、デモンストレーターに出てきそうな衣装とかもすごい興味あるの。うん。そう、もちろんでもね、なんだろう。でもね、私ね、ものすごい高い服とか興味なくてさ、洋服って、まあまあ、なんていうんですかね、言っちゃなんだけど、着倒して捨てちゃうっていうタイプなわけ。だからね、安い服をたくさん持ってるのが好きなのよ。そう。だから気に入ればワンシーズン着て、着倒して、もうワンシーズン終わる頃にはボロボロになって、まあごめんなさい、今シーズンありがとね、みたいな感じで捨てちゃうみたいな感じでもいいのよ。うん。まあ、まあ、気が向くと引っ越しちゃう人だからさ、まあ、服をいっぱい持ち歩くのも嫌だし、まあ、一箇所も定住してるんだったらね、まあ、洋服、ただ満タンになったっていいと思うんだけど、まあ、結局着ない服をさ、いっぱい持っててもしょうがないから、まあ好きな服が何着があって、あとはもうね、着倒すみたいな。まあそんな風に私のファッションはいつもそうなってます。うん。だからまあ今シーズン着たね、昨日のショートムービーに出たピンクのやつとか、ほんとウィッシュで買ったさ、まあ、送料ちょっと高かった気がするんだけど、多分送料込みで2000円ぐらいだったと思うの。まあ、あんなのはね、春ちょっと着て、秋口からまあ来年の春ぐらいまで着て、もうそうすると、もう生地がね、あんま大した良い生地じゃないから、多分ボロボロになって、もう来年の春ぐらいにはまあ新しいの買おうかなみたいな感じになってると思うの。うん。そう。まあ今着てるような服は多分ワンシーズン限りでさようならみたいな感じの服ばっかかな。そう。まあよくてってか、来年の春まで持つかなみたいな。そう。そう。まあそんな感じの服ばっかで、まあそういう服だったらね、もう本当、まあ安売りの時にさ、まあ500円とかで十分でさ。うん。そう。だからって高い服がどうなの？どうかって言ったら、まあ欲しくない、気に入れば欲しいけど、でもな、私さ、あれなんだよ、なんだろうな、よくさ、通販もそうだけど、通販のモデルさんが着てるような着方は嫌なのよね。そう。なんか自分流に組み合わせて、まあこれとこれだったら、みたいなのが楽しみたいから、まあなんか自分が持ってる服とこれ合わせたらいい、面白いかなと思って買ってみて、合わせてみたら合わなかったっていうこともよくある。それもよくある。そう。でね、まあ、それ以上に、ね、私が一番嬉しいのは、人から洋服もらうのが好き。大好き。おかしいかな。まあ、そういう人いると思うんだけどさ、私はね、新品の、もう本当、おろしたての新しい服とか、お財布とか、カバンとかよりも、人が使い古したカバンとか、服とか、まあ、靴もそうだけど、
そういうものをもらって、そういうのを身につけるのがすごく好きなの。なんかね、人の温かさというか、人のぬくもりを吸ってるみたいな、人のエネルギーを吸ってる服みたいな感じのなんか安心感があるんだよね。そして人からもらった服って自分では絶対買わないでしょうみたいな、服が結構あるじゃない。そう、でももらったから着てみるみたいな。着てみたら意外と着心地がいいとか。そう、そういうのってあるからさ、私はね、本当まあ、ネットショップで買うときは、まあまあ、お値段優先で、まあ、私大きいからさ、まあ、着れて、まず最優先は、着れるサイズ。次に、デザイン。次に、色。そして、値段。違うな。着れるサイズ、値段、デザイン、色。そういうパターンだな。そう、大体そういうパターン。そう。で、まあ、その上位からどん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 攻めていって、まあ、最後は、まあ、色が、まあ、自分の好みに合うかどうかってことだけども、それが全部丸じゃなくても、もう選択幅がそんなないければ、もう本当、まあ、お値段あたりは、まあ、お値段が、まあまあ、こなれてればいいかなって言って、ポチっちゃう方も多い。そう。でも、リサイクルショップ、長岡にも、まあ、大手のリサイクルショップ何軒かあるけど、まあ、私はさ、今、自転車、よくて自転車、歩きは歩きみたいな感じだから、まあ、自転車で行ける範囲のとこしか行かないけど、まあ、そういうところ行けばさ、やっぱ、安きゃ300円、500円から服売ってるじゃない。まあ、そういうの見ながら、そういうところで、まあ、5000円握りしめて、5000円分全部買ってきて、いろいろ試してみるのも好きね。そう。あとは、人がね、いらなくなった服あるんだけど、というか、よくね、よく、友達とかに会うと、着ない服とかある？着らない服があったら、捨てるに捨てられない服があったら、ちょうだいとか言って、みんなに言ってんの。まあ、これを聞いてる方で、ね、服いっぱいあるんだけど、着ないから、もしよかったらいりませんかって方がいらっしゃったら、コメント欄に服あるけどいりますかって入れてください。そう。二つ返事でいりますって言います。もちろん着払い歓迎です。はい。そう。まあ、とは言って、ほんとさ、ほんともうヨレヨレでボロボロのバッグ送られても困るんだけどさ。そこはね、常識の範囲で。はい。まあ、そんなわけで、私は、服をもらうのも大好き。まあね、まあ、もらい物が嫌いって人はいないかもしれないけど、服をもらうのが好きかって言ったら、ちょっとね、特殊かもね。あと、ほんと私は野菜とか、ほんと、人様が、いらないっていうものをもらうの結構好きね。そう。まあでもね、私のところ来てもやっぱりいらなくて捨てちゃうものも多いんだけどさ。まあ私がもらって、嬉しいのは調味料とかさ、まあスパイスとかさ、買ったけど使い切れなくてあるっていう人結構いるじゃん。そう。これ買ってみたんだけど何に使ったらいいかわかんないからさ、使わないからさ、よかったらあげるよみたいなのは喜んでもらっちゃう。あとは乾物さ、なんかで使って、時に買ったんだけど、その時しか使わなくて、普段も使わなくて、まあ邪魔だからさ、いる？とか言うの、そういうの好き。そう。まあレトルト商品、今は16時間断食始めて、加工食品全然食べないから、レトルト商品今もらって嬉しかったらちょっと微妙だけど、でもまあ買って使わない賞味期限だけが過ぎそうになってるものとかが、家にあって邪魔なんだけどっていうのももらうの好きですよ。はい。まあそういうのもね、いっぱいあるんだけど、いりませんかってのあったらご連絡ください。まあね、まあね、私はさ、アマゾンで買い物するのが多いんで、まあアマゾンで欲しいものリストってあってさ、欲しいものリストってなかなかよくできてて、まあ公開設定ができるのよ。そう。まあ、興味ある人がいるかもしんないから、私のさ、欲しいものリストを公開リストにして、まあ全部公表してもいいんだけどさ。そう、こんな余計なもん本当欲しいの？みたいな感じのもいっぱいある。そう、まあそんなわけでね、まあ私はね、洋服、人がからも洋服ももらうの好きだし、お野菜も少ないし、食べ物から人からもらうの本当大好き。そう、食べ残してもいいのよ。そう、例えばさ、天ぷら粉が半分残ってるんだけど、使わないからいるみたいなのでもいいわけ。まあそういうのが嫌だって人、新袋が開いてるのが嫌だっていう人もいると思うんだけど、私はね、割合とそういうの気にしたんだよね。
まあ、だってさ、道路に生えてるさ、道路っていうか道端に生えてる草をさ、とりあえずつまんで食べてみて美味しいかどうかわかんない。食べてみてから美味しかったら持って帰るみたいなタイプだからね。まあ、そんな細かいことは気にしない。まあ、それで民族衣装の話に戻りたいんだけどさ、まあね、民族衣装、ほんと、民族衣装の旅ね、いやー、ほんとやりたいな。いや、やりたいなっていうか、やろう。そう。まあ、いつから始めるかっていうだけだな。そう。まあ、民族衣装の旅もそうなんだけど、もう一つね、世界を旅したい理由がもう二つあるんだよ。そう。いや、三つだな。正しければ三つだな。私はほら、写真フォトグラファーだからさ、まあ、世界中見たものをやっぱどんどん記録していきたいっていう欲求があるのよ。見たことないものは記録したいっていう欲求があるし、見えるものも見えるうるさいな、こいつら。選挙のね、外線からぐるぐる回ってきてるの。まあ、全国統一だよね。そう、全国統一選挙だと思うから、違ったらごめんなさいね。よっぽどニュース見てないんだな、こいつ。バカじゃねえかって思われてもいいと思うんだけど、そう、まあ、県議会議員選挙が終わって、市議会議員選挙。長岡は何人出るんだろうね。そう。まあ、顔ぶれ見ると、どこら辺が党勢ないかって大体想像つくのよ。そう。まあ、私は、今ね、特定の人を応援するとか、それを頼まれてるとか、その選挙の仕事を頼まれてるとか、そういうの全然ないから、まあ、党勢ラインにいて、私と直接ご縁がある方に一票入れようかなと思うけど、まあね、まあ、選挙の凱旋カーの話はまた、明日の朝でも、明日の朝の、分かりやすい大東部で、ちょっと選挙の宣伝カーの、まあ、受かりそうな人、受からなそうな人、そして、入れていい人、入れて悪い人、そう、入れなくてもいい人、みたいな感じのやつを、ちょっと、私流の解析を、ちょっと、明日の訳あり大東北では したいなと思ってます。まあそんなわけで、結局ね、選挙が宣伝カーが来てて、何喋ってるか分かんなくなっちゃったんだけど、そう、世界を旅したい理由の3つ、1つはね、3つかな ?4 つかな?まあちょっとやってみよう。1つは、やっぱり私は写真家だから、見えるものも見えないものも感じるものすべてにカメラを向けてシャッターを切りたいという欲求があるの。だからまあ世界に限らずどこ行ったってやっぱね、写真は撮りたい。そう。常に撮りたい。そう。毎日毎日同じ道しか撮ってないのにしっかり写真撮って、YouTube のポッドキャストにしっかり上げてるでしょ。 この今ね、今皆さんはお花の写真を見てるか、まあ、他のね、ポッドキャストで聞いてる方は何もイメージだけしてくださいね。YouTube のポッドキャストは、私の写真がメインで、写真の上に会話が載ってるって感じです。はい。この写真は基本的にその日撮った写真を使ってます。はい。そう、今まで撮りためた写真は一切使ってません。いい時も悪い時もありますが、まあ波に乗ってる時は、なかなか洒落た写真撮れてるじゃんって思う時もあるし、まあもうやっつけだよねっていうような写真の時もありますが、まあ基本的にその日撮った写真を使ってます。はい。だから今日のお花の写真は、今朝帰ってくるときに、まあ、近所でね、綺麗なお花を見つけたので、写真撮ったやつを使ってます。はい。まあ、それなので、まあ、世界旅した理由は、まだ、見たことないものを見て写真を撮りたいっていう欲求がまず一つ。もう一つは、私ね、今日の朝の6時から発信してるわけであるダイエットークは、お酒の話をめちゃくちゃ知ったんだけど、まあ、世界中のいろんなお酒を、安いのも高いのもいろんなお酒を、日本には入ってこないお酒いっぱいあるわけだ。まあ、日本のお酒も世界に出てくるお酒いっぱいあるけど、いやー、まあ日本に入ってこないいろんなお酒を、まあ、飲んでみたいね。そう、本当にいろんなお酒飲んでみたい。次に私が好きなのは、まあやっぱ民族衣装の話だよね。いろんな世界中のファッションを着て楽しみたい。着て体験して、そこして歩いて楽しみたい。そう。そしてもう一つは、まあ、ファッションの話に飛んだけど、ファッションとまた語呂とかで、お酒のルートだけど、私はね、タバコも大好きなのよ。タバコもね、いろんな種類があるけど、私が好きなのは、鍵タバコ。鼻に詰める鍵タバコ。とか、水タバコ。そう、水を通して、ヤニを取る水タバコ。とか、パイプを使ったパイプタバコ。あとは、葉巻。とか、紙タバコ。口の中にいる紙タバコ。とかが、本当そういうのが好き。
そう、私はね、紙巻きタバコがあんまり好きじゃなくて、まあタバコ吸ってた頃、まあ私は16時間断食始めた時にお酒もタバコもぷちょっとやめたんだけど、タバコ吸ってた頃は、紙巻きタバコは本当年1回買うか買わないか、そう、基本的にパイプタバコだけだった。まあ、パイプタバコはね、まあ、物にもよるんだけど、本当ね、お香みたいな匂いがして、まあいろんな香りがあるの、フレーバーもあって。だからね、普通に私は吸ってたバニラ系のタバコだと、まあ、タバコ吸ってても周りの人はタバコだと思わないんじゃないのかね。なんかの硬化なんかだと思うかもしれない。まあ、そういった香りの高い、甘い感じの、タバコが好きです。まあ、だから世界中のいろんなタバコを吸ってみたい。そう。それで、お酒でしょ？タバコでしょ？民族衣装でしょ？写真でしょ？そんなもんか？ああ、もう一つあった。私はね、世界中のね、珍しいものを食べるのが、もうすごい好きなの。というか、変わったものを食べるの大好き。まあね、道端に入ってるさ、草を食べるぐらいだからね。そう、誰も見てなかったら、今ね、皆さんが見てるこの写真の中のさ、まあ、草もね、ちょっと、取って味見してみたいなっていうのが、まあ、2、3あるよね。まだ食べたことないのがあるな、みたいな、思って見てます。まあ、草を拾って食べるぐらいだから、虫料理以外だったら、何でも食べれると思うの。まあ、虫料理は食べれる。虫をね、自分で捕まえて調理するのはできない。私ね、ほんとさ、今はね、ヤギも羊も豚もさ、全部自分で殺してさ、食べてきたけど、生きてるのを殺して食べる経験何度もしてきたけども、まあ、虫さんだけはね、ほんと虫が苦手なのよ。そう、だから調理してある虫料理は食べられるの。調理してあるのはどんなにグロくても全然平気なんだけど、料理してないね、動くのをね、自分で抑えてそれを料理するのはちょっとね、まだね、ちょっとね、経験が浅すぎてできないのよね。もう、まあまあ、そんなこともあるけど、まあ世界中のね、絶対日本では食べられないような、お料理とか、そういうのを食べるのが本当ね、もう好奇心でしかないよね。あのね、何年か前にさ、日本に来てたさ、香港で仕事しませんかって言うとお誘い来てて、そう、まあ、ちょうどね、香港の治安があまり良くない時だったから、その時はお断りしたんだけど、まあ、彼女に、私はさ、猫を食べてみたいって言ったの。猫とかネズミとか。で、まあ、香港もさ、いろんなもの食べるから、まあ、香港でも猫もネズミもさ、ワンちゃんも食べるんだけどさ、まあ、食べたいって言ったら、いや、一般の人食べませんよって言うの。そうなの？っていう話で聞いてみたら、猫とか食べるのは本当、本当もう、他に食べるものがなくて困ってるような人たちで、普通の人は食べませんよって言われちゃってさ、あら、そうなの？みたいな感じで。まあ、じゃあ、その普通じゃない人たちの中に入って食べたいって言ったら、いや、日本人が行ったら危険ですよとか言われてさ。そうそう。まあでも危険かもしれないけど、そこに一緒に行ってくれる友達たちと一緒に行って食べたいの。そう思うとね、私はさ、まあお仕事ね、世界中回ったわけじゃないから、まあ観光っていうほどの観光でもないし、まあ写真を撮りに行った、まあなんだろう、観光っちゃ観光なのかな。私はそこに行って歩くことが好きだから、まあ歩いてぐるぐる回ってるだけで観光なんだけども、まあなんか縁があって、まあお仕事で行ったパターンも、まあお仕事が多いか。そう。まあ行くたびたびで、先だけ、まあいろんなもん食べたけど、そう。まあ見た目がどうであれ、味がどうであれ、口に入れることできなかったものは今のところないな。そう。まあ高くてこれは無理っていうのはあったし、口に入れて、いや、これはちょっと苦手かもっていうのはあったよ。そう。まあね、今でもはっきり覚えてるのは、香港の屋台で友達と食べた、香港に友達がいたから、その友達とね、一緒に食べた、豚の血を固めた羊羹みたいのがあるわけよ。そう、おでんのネタみたいな感じで。それがね、レバーっぽい味がするんだけど、あれがね、ちょっと苦手だったな。まあ、今食べたら違うかもしれないけど、最初食べた時は苦手だったな。そう、あとはね、口に入れる前から、ビビったのはドリア。それも香港で食べたんだけど、私の初ドリアはね、香港だったね。21ぐらいの時。まあ、臭いのなんのって、あれを口に入れるまでの勇気が。でも口に入れた時のあのね、ドリアのね、あの美味しさってな、ほんとたまんないよね。ドリアはほんと口に入れるまでが勇気がいるだけ。そう。まあ、口に入れるまでが勇気あるのは、
あれもそうだよね。日本のあのお魚。草屋もさ、まあ、確かにね、まあ、に長岡でも草屋手に入るけど、まあ、長岡で売ってる場合はもう真空パック。そう、自宅、ご自宅以外では開けないでくださいみたいな感じで書いてあって、まあ、開けるとさ、まあね、ほんと、声だめって言ってもわかんないかな。まあ、うんちがた、うん、そうね、山小屋の何でも掃除しないような、トイレの、トイレの中のうんちの中に入ってる魚を食べてるような そういうもう強烈な匂いがするわけよ。そう、でも、焼いて食べると、ものすごい美味しいんだよ。ものすごい美味しいの。そう。でもまあ私はね、いや、まあ袋を開けた瞬間の絶望的な匂いは、まあ、衝撃的だったね。まあそんなわけでね、まあ世界中でさ、ファッションでしょ、写真でしょ、タバコでしょ、お酒でしょ、で、いろんなものを食べてみたい。そう、まあそんなことで世界中を、私はね、やっぱり私は世界中を旅行するしかない運命にあるので、まあ、16時間ダイエットを達成し、着物の着方を覚えて、日常的に着物を着れる私になった後は、なって日本舞踊もちょっと踊れるようになって、そして海外をもう一回写真を撮りながら回るっていうのが私の今後のプランです。そんなわけで今日も35分、40分ぐらいになりますので、今日はここまでということで、お話を終わりにしたいと思います。こう明日で何の話をしようかななんてもうちょっとね終わる頃に思うんですが、まあ私の中ではね、ネットスラグの話とかちょっとしてみたいななんて思ってます。昨日ちょっとしたのかな、あれどこでネットスラグの話したかな。そう、なんかもうちょっとね、ネットスラグの話を掘り下げてみたいななんて思ってもいるんですが、まあまあまあ明日気分によってはなので、まあどうなることか。そんなわけで、まあコネでした。明日も、もちろん10時から発信いたしますので、ぜひお話お聞きください。まあ今日はね、いきなりね、ちょっとね、あんまり人にペラペラ喋れるような内容じゃなかったんですけども、まあ、あれも私です。はい。まあ、すべてまるっと、まあ、こねことが、まことを受け入れてくれる視聴者の方のみ、お待ちしてます。私の話を聞いて、ちょっとこいつと言われ付き合えないなと思った方は、大丈夫です。二度とチャンネルに間違ってこないようにしてください。そう、私の話を聞いて、こいつ面白いな、この姉ちゃん、なんか本当アホやなと思った方は、ぜひチャンネル登録お願いします。今日も、なんかちょっとね、テンション高くなりすぎてお腹が痛いのも忘れちゃったんですけども、まだお腹がぐるぐる言ってる、まこねでした。またね、明日。バイバイ。